さんの写真が見たい。はい、こういったふうに D メニューの中からその一発でコンテンツを持ってくるってことが、今まで何回もボタンを押さなかったり言ってなかったものをですね、自然言語だと一発で持ってくれるっていうのは大きな特徴ですね。あと、何があるかな、例えば道案内でしたっけ、はい、お願いします。東京駅から横浜駅までの乗り換え。はい、あの今すぐ乗りたいときにやはり言葉って便利なので、そういった自然言語で一発でそのガイダンスが得られるということが可能になっています。で次は、端末の機能の操作のデモを見せたいんですけども、メーラーからいきますか。はい、山田さんにメール。今日飲みに行きませんか。はい、山田太郎宛に今日飲みに行きませんかとメールを作成します。これも長い文章を送るんじゃなくて、こういった切な的な使い方というのはすごいいいんじゃないかなと思います。で最後のデモは、スケジューラーかな、スケジューラーの操作ですね。これもどういったスケジュールがあるかっていうのをすぐ見たいとか、すぐ入れたいって時にすごく便利だと思います。今日の予定を調べて。生姜焼きを調べてになってしまいましたけれども、こういった間違いもあるということで、もう一回やってみますか。はい、今日の予定を調べて。はい、うまくいくといいんですけども、最後に一回だけ失敗してしまいましたが、時々こうクックパッドに行ったりすることがございます。はい、もう大体においては、まあ、動いているので、まあ、このぐらいではなんとかなるんじゃないかなというふうに考えています。はい、以上で、ね、終わります。ありがとうございました。